ネペンテスダイエリアナは、ウツボカズラ族の後輩品種の一つ。大きな補充袋を作る品種である。この類では大柄なもの。茎は太くて、長く伸びる。歯には5から10センチメートルの傭兵があり、養身は卵円形から長大円型で、長さ20から45センチメートルに達する。全体に、褐色の毛が多い。補充袋は大きく、全体に、 円筒型で、長さ20から35センチメートル、計6から10センチメートルにもなり、黄緑色の地色に暗赤色のブチ模様がある。袋の円に並ぶ、円馬は幅10から30ミリメートルと広く、黄緑色で所々に暗赤色の島が入る。蓋は長卵形で斜めに立って、口の上に被さる。袋の覆面には、房飾りのある2列の翼が並ぶ。 本品種はミクスタ N ミクスタとディクソニアナ、N ディクソニアナの後輩により生まれたものである。作出したのは、この時期に、ウツボカズラ族の後輩育種家として成功した一人で、あるジョージティーベレ・ティビで、これを B1、ベイトックが1900年に公表した。この後輩の両親ともに後輩品種であり、ミクスタは、 ノーシアナ N ノーズアナと紫ウツボカズラ N マクシアのリクソニアナはウツボカズラ N ラフルズアナとキエリウツボ N ピッチーとの交配品種である。ちなみにミクスタも t ベイの作出になるものである。本品種の円盤が広い点はキエリウツボやノーシアナに袋の縁模様は紫ウツボカズラやウツボカズラに見られる特徴である。この品種は当初はネペンテスサーウィリアムティティ。 ダイヤーにペンテスサー・ウィリアム・ TT ダイヤーの名で呼ばれた。これは19世紀後半に、イギリスの給食物園で園長を務めたウィリアム・セシルトン・ダイヤーにちなんで名付けられたものであった。その後、マック・ファーレンが、著書、ウツボカズラカにおいて分類学的な見知からこれに、ダイエリアナの名を与え、それが現在は使われている。ちなみに、近藤、近藤は、 この種に関する記述の半分近くを、せっかくの伝統的ななだから古い方を使えに、費やしている。この品種は、その巨大な補充袋とその色合いとで高く評価された。原種にはもっと大きな補充袋を作るものも存在するが、それらは往々に幸い困難なものでもあり、大きな袋を作らせることが難しい。本品種は長らく、後輩品種中最大の補充袋を作る。 うつぼかずらとされて、それを含めて高い干渉価値のあるものとみなされてきた。さらに栽培も容易で、補充袋もよく作るものであり、大変に広く親しまれてきた。どこの植物園、園芸店でも1から2本は必ず植えられているとさえ、言われた。現在では、最大の地位は明け渡したようだが、それでも巨大で、干渉価値の高い補充袋をつけ、 また栽培が容易で補充袋を作らせやすい品種として定評がある。土屋では、ウツボカズラ族の後輩品種の章で、扉の写真を本品種が飾っており、そこに大型の有料な品種という紹介が添えられている。以下、種として、園芸植物大辞典、p 七百三十二度位、P77 七、近藤、近藤 p 二百四4 4近藤、近藤 p 九十一 ありがとうございます。